毎週水曜のこの時間は、ショーンテーショーノさんによります、TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます。今日もどんなお話が聞けるんでしょうか、お楽しみに。おはようございます。風水師のショーンテーショーノでございます。私、マルカイ本店横並び、アーテージアスクエアは、テリアキラスカルズの後ろ側で、ドラゴンゴッドという開運屋を営んでおりまして、 10月に入りました10月といえばカンナ月日本中の神様が皆出雲大社に集まってミーティングをするんですって日本中の神様が出雲へ行っちゃうんで神月,月と神様って,っても良い神様だけじゃなくって荒神様や貧乏神果ては死神に至るまでみんな集まるんだってミーティングの議題の一つは縁結び ちなみに出雲の方では10月を神有好きって言うんですって神様の話し合いさあさあいつまでも一りぼっちにしといちゃいけませんよ今年もね男女の縁を結ばないとねおいおいおいそっちにいいのあるかい今年39になる男そっちは今年36になる娘おーそらいいな早いとこ結婚しねえとなじゃあそれとこれとそっちは 40と50か。よしじゃあもう口けしべ。なんてんで、男女の縁を結んでいきます。一人の神様が、おいやかましいな。どうしたのうん。荒神様がおみきに酔っ払っちゃったんだ。おょがねえなあ、毎年。えー、何大黒が気に入らねえってどうして人前で帽子を取らねえってそんなこと言ったって、お前、大黒さんは帽子を取らねえよ。 それが流行りで今の若者も室内で帽子かぶってんじゃねえかそれが大黒ちゃんかぶりってんだああああ大黒さん小槌ちなんか振り上げちゃってあ止めて止めてああもうなんだよせっかくちぎり紐で結んだカップルをめちゃくちゃにしちゃったよおい貸してくれこれとあれだろそれとこれとこれだろなんてんで結び直していくあれ半端ができちゃったよ女が一人で男が二人だ しょうがねえ。これ3つ一緒に結んどけ。なんてんで。三角関係もできしまう。神様もこんな調子ですから、自分でもできるだけの準備をしなければいけません。風水の縁結びといえば、紅水ーの押し取り。この押し取りカップルを例のちぎり紐でしっかりと結んで風水の縁結び。お問い合わせはアーテージアスクエアのドラゴンゴッド電話番号310-787。 一八九一、サイレナッパの一泊位までお願いいたします。対策は小夜みでカンナ月が終わる十一月六日までにお願いいたします。ショーン・テイショウノさんでした。ドラゴンゴッドお問い合わせは三一零七八七一八九一まで。